別府市に2年ぶりに現れたスケートリンク、ライトに照らされてその氷の表面はとっても輝いて見えます。氷上の妖精たちを迎える準備は整いました。いよいよ明日この舞台でプリンスアイスワールド2016大分と熊本に笑顔と感動をが開幕します。皆さんこんばんは。6月10日金曜日、スーパー J チャンネル大分です。今日はですね、明日の会場となりますここ別府ビーコンプラザからお送りしてまいります。早速ですが皆さん、スペシャルゲストをお迎えいたしましょう。氷上のお殿様こと織田信成さんです。さあ、織田さんは2009年2010年のグランプリファイナルで2位と輝かしい成績を収められていらっしゃいます。そして2013年の現役引退後、プロフィギュアスケーターとしてまたスポーツ解説者として活躍していらっしゃいます。織田さん、2年ぶりの大分へお帰りなさい。ただいま。さあ、早速ですね、軽く滑っていただきましたけれども、はい、別府の2年ぶりのこの氷の感触いかがですか？はい、そうですね、2年ぶりの別府、2年前をこう思い出すような氷の感触で、はい、ただ前回よりも氷の感触いい感じなんじゃないかなと思うので、さらに楽しんでいただけるかなと思います。そうですよね。実はここからではですね、はい、この寺田アナウンサー、実は先日横浜公演を見まして、はい、すっかりフィギュアスケートの虜になってしまったということで、一緒に、はい、お話を伺わせていただきたいと思います。はい、さあ、そして私ですね、初めてこのアイスショーの会場をお伺いしたんですけれども、はい、観客との距離とっても近いんですね。そうですね、壁も低いので、はい、氷の音であったりとか、うん、ジャンプの高さっていうのをもう間近で感じられるので、もう皆さんぜひ生で見てほしいなと思います。もうびっくりしました。それではここで寺田アナウンサーから今回のショーの見どころを教えてもらいます。はい、簡単ではありますが、今回のショーの見どころポイントを説明していきたいと思います。はい、小田さんも一緒にご覧ください。こちらフリップなんですけれども、まずは出演者です。はい、織田さんをはじめ荒川静香さん、安藤美希さん、高橋大輔さん、本田真凜さんなど豪華な顔ぶれに加え、日本で唯一のプロフィギュアスケーターチーム、総勢およそ30人による舞が見られるショーなんですね。織田さん、この群舞なんですけれども、はい、私先月横浜に行った際も見させてもらったんですけど、はい、本当に華やかですよね。そうなんですよ、プリンスのキャストの皆さんが本当にこう夜中にいっぱいこう練習、時間をかけて練習して完成させた群舞で、もう本当にこれぶつかっちゃうんじゃないのとか、難しいこう組み合わせとかいろいろあるんですけど、本当素晴らしくて、僕もいつも見て感動してます。まあ、そんななかなかね、はい、一斉にこう、うん、多くの人数が滑るっていうのを見る機会はないと思うんですけれども、はい、うまくいきますかね。ありがとうございます。すみません、申し訳ないです。努力していきましょう。はい、今回タイトルが J-POPs ということで、はい、誰もが知っている J-POP の曲がオープニングからフィナーレまで流れるそうなんですよね。はい、そうですね、どの世代の方もこう懐かしんで聴いてもらえる曲の数々ですし、いろんなアレンジをその J-POP を聴かせてこう滑りやすいような曲になっているので、そういったところも楽しんでいただけたらいいなと思ってます。はい、織田さんはこちらの曲目以外の曲とお伺いしてるんですが、はいはい、どんなものなんですか今回は。トップハットというプログラムを滑って、すごく軽快なミュージカル、映画の曲なんですけれども、はい、そういったプログラムで滑ります。その中でどんなところを皆さんに見ていただきたいでしょうか。タップダンスが元になっているので、そういった軽快な音楽であったり踊りっていうのを見ていただけたらいいなと思ってます。はい、アイススケートといえば出演者の方の衣装っていうのもまた一つ見どころなんじゃないかなと思うんですが、はいはい、こう2年前は織田さん、パジャマ姿で出るなんていう一面もありましたけれども、今回の衣装ポイント教えてもらえますか。今回はエンビ服です。エンビ服でかっこよく着ているので、もうかっこいいところをぜひ見ていただけたらいいなと思ってます。はい、そうなんですね。まだまだですね、お話伺っていきたいんですけれども、時間が来てしまいます。最後にですね、大分の皆さんにぜひメッセージをいただけますでしょうか。はい、2年ぶりこの大分別府で滑ることを本当にこう嬉しく思ってます。そして同時に2ヶ月前にあった熊本の地震の影響、この大分もあったと思うので、そういった時期にこう滑るっていうのも大きな意味があると感じています。本当に楽しいショーですので、もう皆さんぜひ会場に足を運んで見に来てください。もう皆さん笑顔でこう滑っているので、その笑顔を感じていただけたらいいなと思います。公演前のお忙しい時間、本当にありがとうございました。全然大丈夫です。ありがとうございます。はい、皆さんぜひ織田さんに会いに来てください。それではこの後スタジオからニュースお伝えします。